今日はいじめ問題をテーマにした映画についてお伝えします。その前にこちらご覧ください。これはですね、昨年度公立学校のいじめの発生件数なんですが、1年間で2万1000件余り、平成7年度が6万件でしたので減少傾向にあると文部科学省は言っているんですが、これはあくまで学校が把握している数なんですね。表面化しにくくなっているという指摘もあります。さらには不登校の数は12万3000人余りなんです。こういった現実もあるんです。今日は公立の小中学校の修了式がありましたが、桜が咲くと入学シーズンや新学期がスタート、子どもたちが新たな出発をします。いじめをテーマにした映画かかしの旅、名古屋での公開を前に先日試写会が開かれました。主人公は片足が不自由な中学生、同級生からカカシと呼ばれいじめられています。お母さんの育て方が悪かったからこうなったんだ。ごめんね、ごめん。心の叫びは親にも届かず、少年は家を出ます。僕が家出したのは生きなきゃいけないと思ったからです。死ぬわけにはいかなかったから。それは生きるための旅でした。同じ境遇の仲間と出会い、やがて自分を取り戻していきます。原作を書いたのは愛知県出身の小説家稲葉真由美さんです。いじめを受けた中高生の自殺が全国で相次ぐ中、この作品を書き上げました。子たちが置かれている状況があまりにも悲惨で、でやっぱり私はその書くということをで物を訴える仕事をしておりますんで、これは物書きのやっぱり使命だろうと。かかしっていうなんか象徴的にその場所から動けないものを動かすという、もうで動いていってほしいっていうのはなんか祈りのようにありましたね。おい、ここ聞こえてるぞ。友人役で映画に初出演したシンガーソングライターの平尾祐希さん。平尾さん自身、いわばカカシのような旅をした経験がありました。小学校の頃にいじめられてた経験がありまして、やっぱり一人の誰かがいじめてしまうと、それが伝染していくと思うんですよね。いろんな人にもう関係なくても、あいついじめられてんだよって思いになってしまって、で気づいてみたらもう自分が一人になってしまってる状態みたいな感じで、まあ、僕の場合は本当にそれで1年ぐらいは学校に行かなかった時期本当にありました。自分が変わるきっかけを探そう、自宅のある横浜から知人を頼って一時暮らした場所、それは名古屋でした。平尾さん自身を変える旅だったんですかね、名古屋。どうなんですか。そうですね、名古屋は、名古屋に来てなければ多分今の僕はないって思ってますので、本当にあのまま行ってたらどうなってたんだろうなっていう時期荒れてたの。環境を変え、良き理解者と出会い、自分を取り戻したといいます。元気にもらったり、大人が気づいていない子どもの叫び、苦しみから動けないカカシのような子どもは近くにいるかもしれません。なんかもう言葉では表せない気持ちがたくさんあの映画に詰まってて、なんかすごい自分のを見つめ直すチャンスだったというのもありました。不登校になっていってしまう子どもたちの仲間意識っていうのか、でも人間として生きたいっていうか、そういう気持ちがすごく表れていて、それ地味なんだけどいい映画だったと思います。はい、いじめで、ボロボロになってで死を選ぶというような事件がありましたんで、もうそれだけはとにかく死なないでもらいたいと、逃げてもいいから新しい場所を探そうねっていう、きっとなんかその見つかるよっていうメッセージは込めたかったですね。はい、この映画、明日から名古屋のシルバー劇場で上映されます。苦しんでいる子どもたちを親もそして教師もぜひ救ってほしい、そんなメッセージも込められています。